のご紹介です。こちら約5年ほど前に中国の馴染みの工房より、調達をした家具です。素材はニレ、そちらの古材を使いまして伝統的な、作り方、そして、デザインで仕上げています。塗装は、チェリーのような色のステインで着色をした後、クリアーのラッカーで塗装をかけています。目立った傷、使用が困難なへこみや割れ、そういったものはほとんどありません。特に天板などは、大きく物がぶつかったり、擦れてできたようなところはありません。ただ、一箇所、今記している部分に、少し色褪せが見られます。側面の格子部分は木をくり抜きまして、このデザインにしたレリーフを、きちんと固定をしています。この部分に割れとか、反り、歪み、ガタつき、そういったものは見られません。天板は四方の枠に、中央の細長い板、中国の伝統的な天板の作り方でできています。木目も、美しく、またきちんと平らにできています。一部、短辺の、木の接合部にわずかな隙間があります。ただいま矢印、あとペンの先で記した部分が、木の接合部ではあるんですけども、ここに、少し、隙間ができています。だいたい画用紙1枚分ぐらいの厚みですから1ミリに満たない程度になります。また、この部分の、接合部、一部、表面が少し粗くなっている部分があります。ちょっとお直しはできないんですけれども、このような状態になっています。今映っている部分は、細かい傷が一箇所あるんですが、オイルまたはワックスで磨くことで、見えなくなります。足の裏は、滑りを良くするため、また保護のために、柔らかいプラスチック製のパッドがついています。また家具の裏は、針が数本入っていまして、ぐらつきとかそういったものを防ぐために、そういうものがきちんと入っております。この商品の他にですね、似たお色、同じ素材の椅子、これは2脚あります。こちらの椅子なんかもございますし、またこのコンソールの下にちょうど収まるサイズで、別の仕入れ先からですけれども、同じニレ材のつづら、ボックスなども、現在在庫としてございます。